こんにちはで今日はですね、英語の上達に近道はないっていう話ですね。だからまあ僕もね、探してます。正直言えば。でもないっていうのも知ってます。だから、えー、まあ人でね、なんか自分よりすごい英語上手い人とか、英語上手い日本人とか、まあ、日本人じゃなくてもね、第二格好として話してる人に会ってしまうと、どうやってそんなに英語上手くなったの って聞きたくなるんだけどまあ実際彼らはその分上手い分だけ努力してるわけですよだから魔法も何にもないんですよねだ英語上手い人はもう上手い分だけ努力してるし上手くない人は上手くない分しか努力してないそれが事実なんだよね結局はだからまあ方法がどうとかじゃなくてどんだけ自分が頑張るかっていう話の方が重要なんだよね結果的には だまあ、まあ、どんな方法でもいいと思うんだよ、自分が好きなら。でも、それをその、うまくなる分だけ、努力して、続けられるか。だか僕より、上手い人はなんでっていうふうに、まあよ、別に聞かないけど、よくよく考えてみると、まあ、僕よりとんでも長,長い時間。だ僕はまだ英語べ勉強し始めじ、<laughs> 英語勉強し始めて2年半。 2年ちょいぐらいなんで、まあそういう人たちはもっと10年とか、まあもっとね、僕と同じような年ではもっと若い時からとか、勉強し始めてそうなってるんで、まあ、近道はなく、うまくなるためにはそんだけいっぱい勉強しようと。まあ短い期間でもね、まあ僕と同じ期間でも,もっとうまい人いると思うけど、そういう人たちはもっと僕より1日の中で英語を勉強してる時間、英語を使ってる時間っていうのは長いと思うんで、 じゃそのトータルで考えたら俺よりもっと長いってことなんだよねじゃあまあうまくなりたかったらそんだけ時間使いましょうよということですそれではさようなら